先週土曜日の岩国市。上空、雲の間から見えたのはフランス政府専用機です。乗っていたのは、姿が見えます。 G7 広島サミットに出席するために広島の地に降り立ちました。ウクライナのゼレンスキー大統領が電撃的に広島を訪問したのです。大統領は昨日までの2日間広島に滞在。岸田総理やアメリカのバイデン大統領ら各国の首脳と会談し支援を求めました。岸田総理からは新たに100台規模のトラックなど自衛隊車両の提供や負傷兵の自衛隊中央病院への受け入れ決定が伝えられました。ウクライナ出身で下松市に住む古谷ニーナさんです。かつて広島であったことが今も同じように起きている母国の現状を語りました。昔にあったことではなくて今実際に起きていることなんですね。ちょっとずつウクライナの街が消えていきます。どこで道、どこで家あったとかわからないぐらいもう何もないんですね。あの緑もなく本当に何もない街になっていますね。もう本当に悲しいです。なのでそうですね、その広島にあったことと同じぐらいのこう風景がありましたので、まあ、ゼレンスキー大統領もそうですし自分もですね、写真を見たら同じだなって思いました。またニーナさんは今回の被爆地広島訪問は国際平和に向けた強いメッセージになると願っています。ゼレンスキー大統領がそういうところを訪れてすごくなんて言ったらいいんですかね、もう今こそこう平和のためのこう行動を決める瞬間、その大事な時で大事なところですごく良かったと思います。ウクライナの問題もありますが、まあそうですね、戦争が終わった日に世界は安全になるわけではないので、ウクライナ以外なところでもまだまだ戦争がありますので、なのでこれからそうですね、ウクライナの経験に基づいてその世界の安全づくり、平和づくりに。戦争の恐ろしさを知るニーナさん、平和のために首脳だけでなく私たちにもできることがあると考えています。平和は簡単に手に入れないものなので、やっぱり、国のリーダーだけではなくみんなまず自分から毎日何ができるという考えを持ちながら毎日毎日努力しないといけないと思います。一般の人の意識から世界が変わると思います。